はいどうも、えっ、ー、と、wikipedia がですね、wikipedia.organization がですね、えー、書物の撮影をしたらですね、なんかこう、なんかあげるよって言っててですね、その書物か何かをですね、撮影してですね、あの、そのデータを我々にくれたらですね、何かあげるよっていうことで、えー、あんまり、 あんまりですね、こう、うーん、な、なんですかね。あの、やってもいいのかなって思うような感じの人がやるとですね、著作権違反かなんかになっちゃうんで、それをですね、えー、YouTube、YouTube じゃないや。Wikipedia がですね、やろうとしてるような感じの印象を受けましてってことで、 えー、先ほどですね、あの、自民党の河村さんがですね、あの、統一協会とズブズブで自民党危ないよみたいな感じのを撮ったんですけど、えー、地元のですね、こっちか、地元の、なんか書物をですね、あの、撮影してビキペディに送るとですね、えー、なんかご褒美をあげますよって言ってるんですけど、普通の人がやっちゃうとですね、その、漫画の1ページとかでもですね、 あ100人ぐらいでやればですね、単行本一冊ぐらいにはなっちゃうんで、ひょっとしたら危ないんですね。危ないからですね、ええー、一般の人はあんまり手を出すべきじゃないんですけど、自分の書いた本だったらですね、いいんでしょうけど、多分 Wikipedia ですね、あの著作権で、 え、守られてるような書物のデータかなんかを集めようとしてるような気がしましてってことで。ちょっと、ウィキペリアがですね、あの、どの辺の書物を狙ってるのか、ちょっとわかんないんですけど、あんまり、あんまりですね、積極的にやらない方が、いいような気がしましてってことで。これは、まあ、あの、コ村さんと統一協会の関係なんですけど、 これは、あの、高村さんなんですけどね。で、えー、著作権。なんかね、静止画だと、こう、著作権とか結構割と、えー、甘いとかですね。その、本の1ページぐらい別にみたいな感じのところがあったりするんですけど、あの、みんなでやっちゃうとですね、えっ、ー、と、本、本の価値が、 落ちちゃいますし、えー、本もですね、その大事な部分を取られてですね、ネットに載せられてると嫌な気がするような気がするんで、あんまりですね、えー、やらない方がですね、いいんじゃないのってことで、えー、で、多分ですよ、これ、えー、あ、図書館で働いてる人とかがやるのかな。 ちょっとね、何がもらえるかちょっとわかんないですけど、あまりですね、積極的に頑張らない方が、いい気がするよってことで、はい、個人的にですね、あ、これ、クリックぐらいしてもいいかな。ちょっと一回クリックしますね。はい、えー、クリックしたらですね、えっ、ー、と、英語で、何が書いてるかわかんなかったですけど、あの、500ドルとかですね、なんかそういった感じの金額が書いてあったんで、えー、はい、えー、まあ、 個人的にですね、あまりこう積極的にですね、えー、な、なんだろ、う、今ですね、多分、うん、本の1ページぐらいだったら、まあまあ、みたいな感じの世の中になってますけど、ま、例えば漫画描いた人がですね、いや、みんなで写真撮って、俺の漫画、いや、俺はここの1ページ撮っただけだから、みたいな感じで、一冊作られて、 どうのこうのみたいな感じでですね、やられたら多分、ショックを受けるかもしれないんで、はい、あまり積極的にですね、やんない方が、これ見た瞬間にですね、あまりしゅん、あの、積極的にやらない方がいいんじゃないかなとですね、思ったよっていう、ただのそんだけの動画です。えー、大したこと言ってないんですけど、申し訳ないです。はい、今回以上です。